モーリス・シュバリエは、フランス出身の俳優、歌手。フランス、アメリカを股にかけて活躍した、期待のエンターテイナー。パリで生まれる。父は、アルコール依存症のため、母が毎日身を粉にして働いて、家計を立てるという貧しい家庭に育つ。10歳の時に、アクロバットの芸人としてデビューした後、カジノ・ド・トゥルネルに移って、当時の有名俳優のモノマネをしながら、週休10フランを稼ぐ。1904年にエデンコール戦に出演して、日給12フラン、さらに、ブリュッセルのスカラ座に移って、日給20フランの芸人となる。1907年に、エルドラドで、アンリ・クリスティ作詞による、最初のシャンソン、美少年を歌う。1908年、ホリー・ベルジェールの舞台、びっくりさせられるワルツでミス・タンゲットと共演したのがきっかけで恋に落ち、その後、交際は10年近く続いた。1910年頃から映画には配役として出る。1913年に徴兵猶予の期間が切れたので軍隊に入隊。翌1914年にはびっくりさせられるワルツの映画化でミス・タンゲットと共演。しかし、第一次世界大戦が勃発して、前線に動員されたが戦闘中に負傷し、捕虜として中央ドイツのアルテンクラの捕虜収容所に収容される。大戦後はミュージックホールにカムバックし、もっぱら舞台中心に活躍、やがてその評判は遠く海外まで及び、フランスで最も有名な寄席芸人の一人となる。1926年、当時出演していた。ブーフ・パリジャンの踊り子、イボンヌ・バレと愛し合うようになり、この頃、シュバリエが神経衰弱に陥っていたのを彼女が看病していたこともあって、母の勧めで結婚する。1927年には、夫婦で舞台共演したこともあった。1928年に、シュバリエの魅力に目をつけたハリウッドに招かれ、1929年に、リチャード・ウォーレスのレビューのパリッコ、エルンストルビッチのラブパレードに出演、パリジャンの洗練された身のこなしで大変な人気を呼ぶ。柴叩く間に世界中で最も出演料の高いスターとなった。その後もルビッチの陽気な中尉さん、君とひととき、メリー・ウィドウ、ルーベン・マムーリアンの今晩は愛してちょうだいなに出演、ジャネット・マクドナルドとの名コンビぶりを披露した。1936年にジュリアン・デュビビエのシュバリエの流行時などフランス映画に出演、その一方でニタラヤを相手役にカジノ・ド・パリに出演してシャンソンを歌い、またエディット・ピアフをはじめ多くの若い才能のある歌手に活動の場を与えた。第二次世界大戦後はルネ・クレールの沈黙は金に出演、1950年にはバリテ座の舞台に立って、芸歴50年に及ぶ、その集大成とも言うべき、ワンマンショーを開催、大成功を収める。1957年から再び、アメリカ映画にも出演、ビリー・ワイルダーのラブロマンスの傑作、昼下がりのジョージ、翌1958年のヴィンセント・ミネリのアカデミー作品賞受賞作のミュージカル、恋の手ほどきに出演した。1959年に、アカデミー名誉賞を受賞。1968年に80歳の誕生日を迎えることから、パリのシャンゼリーゼ一座で引退リサイタルを上演、パリ中の喝采を浴びたのを最後に、70年に及ぶ芸能生活に幕を閉じた。ディズニーのアニメーション映画、おしゃれキャットの主題歌を歌ったのが、映画界での最後の仕事となった。その後は、パリ郊外の別荘で静かな余生を送っていたが、1972年1月1日、83歳の天寿を全うし、期待のエンターテイナーは世を去った。1958年名誉賞。ありがとうございます。